つはね、なんでしょう。普通さ、友人って減らしたくないものじゃん、あいつは減らしにかかるからね、面白いよね。石村はね、すごいやつだよ。一番オリジナリティがあるもん。確かに、だって、その、これ以上代役組めない人っていう、レベルであれば、石村とマイケル・ジャクソンは俺の中に同格でいるもん。すげえすげえ、マイケルに並んだ。だって、だからマイケルがさ、ポーとかさ、あのさ、ムーンウォークとかある中さ、石間にはさ、おーってかさ、オーケーとかあるじゃん。おーおーおー、まあ、共通点あるんですよ、それは。言われてみれば。そうなんだよね。でさ、マイケルにはさ、スリラーがあんじゃん。石間にはなんもねえよがあんじゃん。よう、マイブームにしたからって。なるほどね。石村やるじゃん。やるでしょ。最低ラインにいて、石村は普通よりちょっと下ぐらいやね。この差が今最高ラインまで来てるからね。そう、この人たち要はさ、前だったらさ、なんか1日でもいいからさ、来てくれよ、ね、ああ分かった分かった、来ないだったじゃん。なんかさ、黒さん、この人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 この日をこの日開けてくれよ、すまん、1日だけ開けれなかった今ここマジ笑うんだけど、それよく考えると謝る要素ゼロやんけ謝る要素がゼロすぎて困る。何に謝ったのって感じ。
そうだから俺は最初に大丈夫だぞっつったの。開けれなかったスバンツだけ。逆に言うと全部開けた、それ以外全部開けたって言ってるのも、ね、俺が聞いたのは半分ぐらい落ちること前提で聞いたのに、うん、1個しか落ちないとね。まあ7月中と8月上半 上旬で、うん、あの2回来ればいいかなと思ったぐらいだけど、マックス怖いよね。マックス怖いよね。27から連チャンで来れるってことか。そう、27から連チャンで来れるってこと。あれ高速入ってない？これ入ってるよね。入ってるよね。なんでこれ俺の大学行くの高速使わないんだけど。ちょっと待ってね、高速行くとお金かかんじゃん。嫌なんだけど。やだ、高速行きたくない。なんで料金所行ってんのこいつ。お、いやでも違うね。ギリギリ。なんだ今の。何のペイント。え、この道通ったことないんだけど、なんで。あ、よかった。お金かけたくなかった。なんかお金かけて遠回りするシステムが成り立ってるから。いや、確かに料金所に向かってはいるけど、一応一線あるからさ。あれ、もしかして一般道の車だと思ったり。もちろんギリギリおじさんじゃねえようなもんか。そうそうそう。違う、星野はギリギリお兄さんじゃねえようなもんか。はい、そう、俺はギリギリお兄さんじゃねえ。頭投げてあげようかなと思ったけど、星野が自分で自虐するように加味するギャギだから。あのサムネはちょっと ネタ要素入れてる。加味するギャギだからね。Sorry, kid.